皆さんこんにちは。非常識な業種集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは目標を達成できない人のあるあるな特徴3選をお伝えしてみたいと思います。目標、いろんな目標を皆さん立てると思うんですけれども、達成できる人と達成できない人っていろいろいると思うんですよね。でその達成できない理由っていうのは、いろいろあるんですけれども、このあるあるな特徴があるわけですよ私が見ている限りではね。なので、今日はその、どういうタイプの人が目標を達成できないのかということをお伝えして、でそれによって目標を達成するためにはそういう人じゃない自分になればいいわけですから、反面教師的にそれを聞いていただければいいんじゃないのかなというふうに思って、今日はお伝えしてみたいと思います。はい、それでは早速ですね、あるあるな特徴3選の1つ目いってみたいと思います。1つ目は自分に呪いをかけている。えっていう感じと思うんですけど、呪いっていうのはですね、いろいろなニュアンスがあるかもしれないんですけども、自分に対してそれは例えばできないと思っている、やれないと思うっていう、信念に近いものなんですけど、これってほぼほぼ呪いな感じなんですよね。要はできないです、あなたはできないですっていうのを自分で言ってできない自分にしてるっていう感じなんで、目標達成できない人はなんか難しそうな気がしますとか、私には無理なんじゃないかと思ったりするんですよとか、すでにやる前から、ないしはやってる途中でもいいんですけど、無理とかできないとかダメとかっていう呪いイコール信念ですね、それをかけてしまった瞬間にもう目標達成ってできないんですよね。で最後の最後まで諦めない人が逆転劇が起きたりとかするわけなんですよ。だから諦めないっていうことが一つ大切なことになるので、その段において私はできないと思いますとかね、自分の中のできない自分を認めたくないとか責任回避とかいう時ももしかしたらあるかもしれないですけど、それを言うことによって自分を少し楽にするとか、そういうニュアンスがもしかしたらあるかもしれないんですけれども、自分で自分に呪いをかけるイコール信念を持ってしまう、信じている念ですね、信念を持ってしまうということでうまくいかないケースとかがある。これ一番多分多いかなっていう気がしています。あるあるの特徴3選の1番目でした。2番目、目標は立てるんですけども、立てた目標を忘れる、はい、ということで忘れるとどういうことになるかというと、目標に向かって行動していないということになってしまうんですよね。で目標に向かって行動していないということになってしまうんですよね、忘れるっていうことは。だからよくこんな話とか聞いたことあると思うんですけど、立てた目標を忘れないように紙に書いて目の前でこう忘れないように貼っておくとかっていう話とかよく聞くと思うんですけど、あれは叶えたくって願掛けをしてるっていうよりは、多分ですね、忘れないようにする記憶の刷り込みを毎回行うみたいな形に近いかなというふうに思ってるんですよね。であとここでのポイントは、書いたら終わりじゃダメなんですよ。それを見ることによって、あ、やらなくちゃとか行動しよう、活動しようって決めて動くから、だんだん夢が叶っていく方向に行くわけなんですよね。だから神頼みとかって言っても、神様お願いしますっていう、何にも動かないけどお願いだけする人ってうまくいかないんですよ。あれは自分の中でですね、きちんとこれをやりたいとかこれを叶えたいっていうのがあって、やっぱ紙とか可視化できる状態にして、常にそれをすり込み直しをいつもやり、それに向かってやっぱ行動するっていう、すごく当たり前のことなんですけど、これをやることによってやっぱ目標達成に近づくんですよね。で立てた目標を忘れるっていうことは、だから忘れないように目の前にある状態を作っておく方がいいわけで、忘れてしまったら行動のしようがない感じなんですよね。だから私も紙にもちろん書いている時とかもあるし、あとはそれになぞらえたグッズですね、グッ
例えば、去年一昨年かな、買ったんですけど、スワロフスキーのですね、クリスタルのサックスを私買ったんですよ。あ、ちょっとお見せしますね。唐突に思い出しちゃったから、これなんですけどね、こういうめっちゃクリスタル、廃盤、今は廃盤になってるらしいね、スワロフスキー社のクリスタルのサックス、可愛くないですか。で、これなんですけど、何のために買ったのって言ったら、なんかそういうガラスの、そういうなんか会場とかで、まあ、それが海とか、まあ、いろんなシーンがあるんですけれども、そこでこうキラキラ光る輝く中でサックスを演奏するみたいな、どっかでそういう演奏ができたらいいなと思ってて買ってたんですよ。で、あとはそのどんどんね、これを目の前にいつでも置くことによってサックスが上手くなるようにみたいな感じの願いもかけて、まあ、練習ももちろんしてるんですけど、で今年ですね、ガラスのチャペルで全国ツアーやるんですけど、その2カ所で実際にサックスを吹くことになって、かなりこう夢の実現に近づいた、まあ実現っていうか、まあ確かに実現してるに近いは近いんですけどね。私のイメージではですね、そういう透明なところのそういう会場でですね、夜景とかそんな見ながらですね吹いてみたいとかいうところになると、ちょっとガラスのチャペル夜景じゃないのでちょっと違うんですけど、でもね、かなり夢には近づいてます。ということで、こういう忘れないようにする何かね、グッズに思いを託してそれを手元に持っておくっていうのも一つの手かなというふうに思っています。はい。なので2つ目は、立てた目標を忘れてしまっているということなので、忘れないようにする努力はできますよねっていうことになります。だから結果行動しないと目標は叶わないということですね。はい。で、3つ目は、期限が曖昧。これも結構多いんですよね。いつかはやりたいんですよねとかいう、いつかはっていう人ってまずほぼほぼ叶わないですね。いつかはじゃなくて、来年に なったらやるとか、3ヶ月後にはやりたいとか、期限決めるともう動かざるを得なくなるじゃないですか。だから期限が曖昧な人の目標もまずはうまくいかないケースがすごく多いです。曖昧じゃいけないんですよ。やっぱりきちんといつまでにこうしたいって、ただ割とこう無理げな内容だと期限決めるの難しいのは確かにあるかもしれないですね。そうですね。じゃあ例えば私が、そうだな、まあ、これは何かの時に喋ったこととかがあるんですけれども、ギリシャのミコノス島の、白いね、そういう、素敵なパーティー会場で、世界中の人々私の知っている世界中の人々100人を呼んだ超ハイセレブな記念パーティーみたいなのを開くみたいな、写真も撮り音楽もやりとかね、なんかそんなことを言って、じゃあそれいつなのって言ったら、こういうのはいつかはっていうのにはなっちゃいますね。生きてる間に叶うといいかなみたいな期限はつけてありますけど、例えばそういう夢とかがあったりするとやっぱりそれには期限があった方がよくって、いつまでにこれをやるとかっていうのを、まあ、まずは自分の中で宣言をすることですね。で、それが人にもちろん聞いてもらうと加速度がついて叶う速度は速くなるケースはすごく多いんですけれども、なかなかね、人に言ってしまうと手前かっこつかないじゃんっていうのがあったりするケースもあるので、まあ、一概にはそれをねいいとは言わないんですけど、まあ、期限は絶対に決めた方がいいです。もうこれ仕事とかができる人で期限を切らない人ってほとんどいなくって、やっぱりきちんと期限を切ることによってうまくいく可能性がすごく上がってきます。はい。ですので曖昧ではなく、いつかはではなく、いついつまでにやるとはっきり期限を決めた方がいいということになります。はい。ということで、本日のまとめに入りたいと思います。目標を達成できない人のあるあるな特徴3選。まず1つ目が、自分に呪いをかけている2つ目、立てた目標を忘れている、3つ目、期限が曖昧、
という特徴がありますので、目標達成できる人になりたい場合には、この3つと逆の行動をすればいいというふうに思ってやっていただければなと思います。それでは。